問題となった番組は去年5月に放送された「クローズアップ現代」など2つの番組ですブローカーとされる男性が多重債務者を出家させて戸籍上の名前を変えさせ住宅ローン詐欺の温床になっているという内容でしたしかし放送後出家詐欺のブローカーとされた男性が演技をするよう依頼されたと告発しました BPO の放送倫理検証委員会は 事実とは著しく乖離した情報を数多く伝え、正確性に欠けている。真実に迫ろうとする姿勢に欠け、事実を歪曲したものだった。重大な放送倫理違反があったとする判断を示しました。NHK は、再発防止策を着実に実行して、信頼される番組作りに当たっていきますとコメントしました。